GG 朝ごはん作ろうかしら。朝ごはん今日も埋めてよかったわ。あれつかないわ。仕方ないわね。できたわ。ほら起きてやるちゃん、朝ごはんできたわ。洗濯よいしょ。乾いた乾いた。そうそう、月曜日はお休みの日だわ。回覧板も出さなきゃ。よし、今日も一日頑張るぞ。ルンルンルン。あ、腕相撲に勝ったら商品無料。挑戦してみよう。いらっしゃいませ。このチラシ見てきたんですけど。あら奥さん、怪我しても責任取れないよ。いいからやりましょう。レディーファン。1秒で決める。うわあ、あれ全く動かねえ。ねえ見て見て、これ私の可愛い息子。なんで笑ってやがるんだ。うわ、あれ、てかもう始まったの。ごめん、早く終わらせるね。あうわあ、ごめんなさい、1割だったつもりなのに。化け物だ。どう、似合う？また来るわね。もう二度と来ないでください。お腹が空いたわね。あ、お肉は高いし。うん、一狩り行こう。うわー、なかなかいい筋肉してるじゃない。美味しくいただくわ。うわー、最悪かマッチ。こんがり焼けました。ただいま、現金ちょうだいよ。お金は秘密道具じゃないから渡せないよ。使えねえな。そうだ、タイムマシン貸してよ。ダメだ、変なことをして歴史が変わったら大変なことに。ドラえもん、ドラ焼きだよ。ほら、貸せ。タイムマシン。サンキュー。これが白亜紀か。お、恐竜の卵見っけた。これを現実世界で売ればボロ儲けできるぞ。ほらこっちおいで、ポシリペンペン。お金稼ぐのなんてちょろいちょろい。あれ、ここは21世紀だよな。すいません、今って2022年で合ってますよね。そうじゃ。文明が栄えてないように見えるんですが、地球の歴史を教えてもらえませんか。大昔、二足歩行できる猿がいたらしい。顔には何やら手の刻印が刻まれてたそうだ。その猿は言葉にならない言葉を喋りながら恐竜の住処を荒らし、卵を盗んだそうじゃ。卵を盗まれた恐竜は激怒し、その猿を探すために地球上を大移動していたんじゃ。幸いなことにその大移動のおかげで巨大隕石の衝突を免れたらしい。ってことはまだ恐竜は生きてるってことですか。もちろん。お主さっきから変な質問を。はっ、その猿みたいな顔、そしてその手の刻印、お主もしかして。お、おじいちゃん後ろ。のび太さんをリンチ。ごめんなさい。うわー、待
たたたたたた。はっ、ゴリラ。やだ、でかいのこっちに来ないで。ギャバナナ、当てるゴリ。ゴリラが喋った？私は喋ってないゴリ。あなたがゴリラの言葉を聞けるゴリよ。迷子のあなた、私たちの娘になるゴリ。娘？こうして私はゴリラの娘として育てられることになったの。でも人間からゴリラになるには一筋縄ではいかなかったわ。ゴリラとして生きていくにはまずドラミングを覚えるゴリ。ドラミングって何？ドラミングは一見威嚇をしているように見えるゴリが、実は戦いを避けるための交渉や求愛の意味を持つゴリ。理解、やってみる。うう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 うわ、そうじゃないゴリ。手はグーじゃなくてパー。ほっ。それから私は川ゴリの厳しい修行を受けることになったの。数年後、小学3年生になった私は立派な人間とゴリラのハーフになったの。今日は授業参観なのでたくさんの親御さんがお見えになってます。どうぞ。なんでゴリラだ？あ、お母さん。お母さん。キーコが立派なゴリラとのハーフになってくれて、私本当に嬉しいゴリよ。私本当に母ゴリに出会えてよかった。でも人間とゴリラが一緒になるのは良くないゴリかもね。ゴリラ見つけた。 あれは環境保護団体ゴリ。私たちを捕まえて動物園に売る気ゴリラは突撃ダンソン。フィザキードゥザトゥーサーザコンサダンソン。フィザキードゥーザテンサーザキブラ。ここどこ？はい、今日のご飯。食べるのは芸の練習してからよ。芸の練習？はい、じゃあまず一つ目。はい、じゃあ二つ目。はい、じゃあ三つ目。はい、じゃあ明日の書をしっかり頼むわよ。レディース&ジェントルメン、それではゴリラ鐘楼開幕です。わー、ゴリラー。わー、こっちは真面目にやってるのに笑うな。To the pizza on the coaster. Awesome. To the pizza on the coaster. Wow. Wait. ここまで逃げれば安全ゴリ。見つけたぞ。ニコ、あなたは下がるゴリ。私が交渉するゴリよ。おい、威嚇をするな。ダイソン、掃除機全部飲み込んでポイサ。ダイソン、掃除機全部飲み込んでポイサ。お母さん、ふんか、逃げるゴリ。やっぱりゴリラと人間は共存できないゴリよ。